よし、回復もして、ちょっとパーティーもね、変えてきたりして。どこに行くんだっけ？あ、落ちてる。すごい傷が好き。ナックルシティに戻りましょう。あれ、ここナックルシティだ。近くに行けばいいのかな。よーし、ジムリーダー倒してきたよ。お、ヤッホー、いるじゃん。どうした、相変わらずの顔やな。チャレンジバンドも剥奪され、ジムチャレンジャーで亡くなった。マジでショック。僕の姿を見に来るとは。あなたに余裕なんかあるのかい。あるよ。まあそうかもしれないですね。僕という強敵がいないから。いや、張り合いないんだよね。だけどね、僕は諦めていませんよ。委員長のためチャンピオンになります。だからもう一度ジムチャレンジに参加できるよう頼みますから。もうその調子だよ。おや、あの子いかにもピンクだね。あ、確かに、まっすぐだし、ひねくれてもいる。いいね、そうでなければ人間の幅は出てこないよ。よし、ジムミッションだよな。ピンク。ピンク、ピンク、おめでとう。勢いすごいな。お、あなたはポプラさん、いきなり何をなさるんです。あんた、オリーブなんかにいいように使われ、必死に願い星を集めたのに見捨てられて困ってんだろ。あんた、死についてきな。なんとかしてやらんこともないよ。もちろんあんたの頑張り次第だけどね。僕を試すのですか。いいでしょう。むしろあなたに認めさせ、願い星のこと教えてもらおうとしましょうか。じゃあね、あんたはキルクスタウンに向かいな。7番道路はわかるだろ。頑張ってね、ビト。あ、ビートに髪型のこと聞くの忘れてた。え、どう？ピンク。私もピンクじゃない、いけてない。まあいいや。7番道路。あ、この落ちたことあるっけ。お邪魔します。こんにちは。あんたのポケモンがすごく頑張ったか知りたい。知りたい。ぴょぴょい。そのポケモンは。もっと頑張ってみてなの。マジか。あなたとポケモンが仲良しか教えてあげようか。ぴょぴょいでしょ、それは。あなたとぴょぴょいはね、いい感じに仲良しだね。でももっと仲良くなれるはず。そうなのか。頑張るわ。どうも。列車の中で食べるお弁当があれば人気なのに。いいやん、ご当地弁当作っちゃいいや。ヤッホー、迷子になってたところ。いや、ジムバッジ集まってる。いやー、倒してきたよ。ラテラルタウンの遺跡をいろいろ調査してたけど、剣と盾、2匹はどんなポケモンで今はどこにいるんだ。まだまだわからないことばかりで、もう一度宝物庫のタペストリーを見た。な、おわー、おー、びっくりー。なんだ、ソニアといるときに何か破壊されるみたいな。っていうか、何の音。え、なになになに、揺れたのはナックルスタジアム。ローズ委員長の地下プラントがある場所。パワースポット。あ、ダイマックスですか。ダイマックスできるのはパワースポット探しマシーンで反応があるの。よー、ソニアにスタピョイくん、ちょっと揺れただろ。ローズ委員長がまた何かのテストをしてるんだな。ナックルシーでポケモンがダイマックスしちゃうかも。そうなのか。では委員長に伝えておくか。なんでかは迷うでしょう。私も一緒に行くよ。仲いいなぁ。さすが長い付き合い。私楽しみなんだよ。あなたが戦う決勝戦。
だから揺れのこととか私ら大人に任せて、キルクスの順番地取りなよ。はーい、行ってきます。あ、さぴょい、あ、ホップ、倒した、自分。あ、上行きたい、ちょっとごめん、上行ってくるわ。発見、いちご飴細工。へえ、あ、マホミルに戻せてあげるとやって。私マホミルの原型持ってます。古い建物たくさん残ってるんだって。ここは開くの？開かないか。あ、不思議な雨だ。あら、どうしたの、こんなところで。どうした？好きな人がいてね、お手紙書いたの。届けてくれないかな。いいよ。ほら。誰に？誰に？アラビスクタウンのフランク君。ラジャー。この尻メガネ、ほい。アラビスクタウンってどこだろう。まあまあまあ、行くときに渡そう。それではお待たせしました。なんやっけ、森もクイズを迷いまくったけどようやく追いついたぞ。お、じゃあ勝ったんだな。7番道路で相手をしてくれよ。ちょっと気合い入れたいんだ。相変わらずやな。よーし、来たよー。お、どこだ、いた。スタピョン、強くなるためあれこれ試すなければ兄貴に追いつく、いや追い越すなんてできないぞ。つまりというか、ズバリというか、俺とポケモン勝負してくれ。で、出たー、橋の上での勝負。いやもうこれ3回目じゃない、杉橋効果。さあ、なんだこれ、オーロット。ほんとだ、新しいポケモンで試してる。今回のメンバーで試してやるぞ。よっしゃ、ゴーストダイブ。いません、後ろだよ。ドーン。お前の戦い方どこか兄貴似てるかもない。マジで、ちょっと待ってよ。いや私さ、いて、やられたことやり返しただけなんだけど。ホップくんが私にゴーストダイブしてきて、ちょっとそれが答えたから。あ、やば、そうだった、すごい傷薬使ってくるんだった。ちょっと効果抜群だからいいや。私もそろそろ回復したいな。よっしゃい、やばヘリウムが覚醒してる。よし、入れ替えようか。この子な、頑張ってほしいねんけど、これからなのよな。よっしゃ、釣り目。わー、パルスワン、うわー懐かしいな。なんや、使ってるんやったら私使わんとこかな。どうしよう、凍える風。あんまりだな。あ、あれー、ルーリーカービー。よっしゃ、地なんだ踏んだろう。
どん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 、よっしゃー、強い、よし、いいね、バランスがいい。ゴリランダー、あ、変える変える。ゴリランダーってきっと進化系でしょ、猿乗りの。うちの子も進化して40レベルだよ、見てー。おお、よっしゃ、火炎ボール見せつけたろ。よーし、ヘイドーン。やば、強すぎー、やばー、余裕じゃあ。今日置いてるメンバーです。いい子がいたら帰るかな。火炎ボール、よし、いいね。あー、のしかかり出たー、強い強いよそれ。麻痺、マジか、炎の近い。よーし、蓄えてる。火炎ボール、いえ、当たらんかった。蓄えて、炎の近い、じわじわと。そろそろ蓄えたのが放出される時期じゃないかな。火炎ボール、うん、いいね。だけど魚影、火炎ボール、よっしゃー、ラスト一発ドーン。よっしゃー、あ、まだいんの、まだいんのか。だって食い足らんでしょ、食い足らんって誰だ、どれだっけ、塗り壁だっけ。クイタランも一回戦って余裕だったから。炎の逆転ファイター、頑張れ。あったー、出たんだー。すごい、炎タイプも使ってくる、いいねー。よし、完璧。シャドーボール、やばい、耐えなかった。え、悲しい、悲しすぎる。ちょっと待って、絶対に使えらせるからね。とりあえず釣り目にいてもらって、元気のかけら、やっぱ買わなきゃ。やばーい、やばーい。どうしよう、あと1回入れれたらいい。やばい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 、間違えた、嘘です。トレインキッス、いや、死んだー。この子鍛えたいから、やばい、やっちまったー。待って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 、ティッシュティッシュ、
に生き返らせて。いや、ティッシュはもういい。君には無理だ。炎タイプに耐えてもらうか。いや、もう決めちゃおうか。決めちゃおう。二度蹴り。速さが速いから、こっちの方が。よーし、よかったー。無事。無事に。よかったー。よっしゃー。強かったよー。いやー、結構追い詰められました。相性って大事なんだなと思うよね。旅に出る前、テレビで見ている兄貴はただただ強くも欲しかった。今ならどれだけ強いのか、俺に何が足りないのか分かる。だけど俺も強くなっているぞ。お前よりはスピードは遅くてもな。相手してくれてサンキュー。ポケモン元気にするぞ。ありがとう。俺の願い分かってきた。俺は兄貴と戦いたい。いや、無敵のチャンピオンである兄貴に勝ちたいんだ。勝つんだ。決めた。シルクスタウンで自分は集ったら、またお前にビシッと挑むぞ。いつでもかかってこいやー。無敗だけどね。